小説アーサー王物語は、イギリスの作家バーナード・コーンウェルによる歴史小説。5世紀から6世紀のブリテン島を舞台に、ブリトン人の伝説の君主アーサーと彼の戦士たちの戦いと破滅を描く。物語は、史実とアーサー王伝説に創作をミックスさせたものとなっている。全三部作。各巻のタイトルは以下の通り。本書は、かつて、 ブリテンと呼ばれたこの地で起きたかもしれない物語である。この物語はかつての王にして未来の王たるアーサーを再現しようという私のささやかな試みだ。とは言ってもアーサーはその存在すら疑わしい。存在したとしても彼は王ではなく6世紀の偉大な将軍だったと考えられる。初めてアーサーのことを書き記した歴史家年ニュースはアーサーを 戦闘指揮官としているのだ。の神々を復活させるために暗躍し、二人は、それぞれの目標を達成するために時に衝突する。ダーベルは、ウェールズの反伝説的な聖人ダーベルと、アーサー王伝説に登場する円卓の騎士の一人、ベディビアがモデルになっている。本作は、あたかも暗黒時代のブリタニアで実際に起きた事件を、後に老衆同士が書き留めたと 地名や人名などは可能な限り当時の記録にあるものが使用されているが、アーサーやグイネビアなどは広く、人々に知られた名がそのまま使われている。また、ランスロット、ギャラハット、聖杯といった中世のロマンスの時代にアーサーを物語に組み込まれた人物やエピソードも舞台設定に合わせ独自のアレンジが加えられた上で作品に組み込まれている。本シリーズのマーリンは、 高職でいたずら好きで無礼、かつ意言と気品を兼ね備えた複雑怪奇な、人物として描かれている。また、本作では、アーサーを伝説に登場する魔法の取り入れ方が工夫されており、本作の魔法を文字通り、超自然的な力として受け取るべきか、あるいは単に偶然や心理を利用したトリックとして解釈するべきか、読者に考える余地を残す書き方になっている。 劇的な物語展開と細密な情景描写を理由にアーサー・オー・部作を著者の最高傑作と考える人もいる。コーンウェル自身もこれまでに書いてきたすべての小説の中でこの三部作は私のお気入りだと述べたことがある。5世紀末のブリタニア、ドゥムノニアの大王ユーサーペンドラゴンの知性の晩年、彼の王国は混乱の最中にあった。四つにモードレッドが ホワイトホースの丘の戦いで、サクソン人の斧を受けて戦死してしまったのである。四次のいない王国は呪われた王国だ。王の書いた王国は、求心力を失い、周囲の野心溢れるブリトン人の王たちによって、容易に蹂躙され、征服されてしまうだろう。ユーサーの血を受けた子には、モードレッドの他に、アーサーがいたが、彼は、諸子で、老い継承権を持っておらず、その上、 ホワイトホースの戦いで、モードレットを見殺しにした疑いをかけられ、海の向こうのブリトン人の地、アーモリカに追放されていた。ドゥムノニアに残された希望は、ただ一つ、妊娠していた、モードレットの日、ノルウェンナが男児を産むことだった。真冬のある夜、ついに、ノルウェンナが陣痛に襲われ、出産が始まる。しかしこの出産は、困難を極め、死産になる恐れが生じた。 王妃は熱心なキリスト教徒で、キリスト教徒の三場以外が出産に立ち会うことを固く、禁じていたが、大王ユーサーは、キリスト教の神の不甲斐なさに痺れを切らし、マーリンの弟子の女、ドルイド、モーガンを呼び出す。駆けつけたモーガンは、無力なキリスト教徒の三場を追い出し、異教の魔除けと呪文を試みる。彼女の魔法が効力を表したのか、ついに男児が生まれた。しかし、 生まれた子は、片足がねじれ、足苗だった。足苗は最悪の強調だが、大王は、この不吉な印を意に返さず、この子供に王国を継がせることを宣言する。名前は死んだ父親の名を継がせた。足苗のよう、モードレッドの誕生である。その後、重臣や、隣国の王を幼いよ次の後見人に指名した直後に、大王ユーサーは没した。こうして、 ズムノニア王国には、足ないのよ王、モードレッドと彼を抱く王母、ノルウェンナ、そして野心を胸に秘めた数人の貢献人たちが、残された。アーサーは、マーリンの差し金で貢献人の一人に選ばれていたが、この時はまだ、アーモリ海追放されたままだった。ブリテン南部に位置する王国。大王ユーサーの第二号上を誇ったが、その没後幼少のモードレッドの即位で不安定な、 状態に陥る。東部をサクソン人の侵入に悩まされており、国境に近いストーンのンジ周辺に列石橋を置いて防備を固めている。王城はカダーン城。王国の旗印は赤い竜。ウィドリン島のモデルとなったグラストンベリー島ルームノニア国内にあるマーリンの領地。周囲を商宅地に囲まれ、干潮時でも地元の人間以外は、 通行が困難なため、ウィドリン、島と呼ばれる。マーリンは、孤児や、フグ者、狂人を好んで集めており、物語の語り手ダーベルも彼に拾われて、ここで育てられた。島の中央に位置するマーリンの館は、珍奇な品物で溢れ、最後の、夢見の塔には秘密の財宝が隠されていると言われている。領主マーリンは長い間、姿を消しており、物語開始当時は、 ケニンガ領地を管理している。モデルはグラストンベリー島、ウェールズ中部に位置する大国。ブリタニア屈指の強国で、ドゥムノニアとは、ブリタニアの名手の座をかけてたびたび歯を交えている。王城はスース城。旗印は和紙。北をポーイスに、南をドゥムノニアに挟まれたセバーン川中流の王国。古くからのドゥムノニアの同盟国。最もっとも、 ローマ化が進んだ国で国民の多くがキリスト教に帰している。首都はブリウム。旗印は牛セバーアンガー下流に位置する地味の乏しい貧しい国。ポンイスと同盟している。旗印はキツネ。ブリテン島最西端コーンウォールに位置する王国。ドレイドの聖地門島を領有するウェールズ北部の王国だったが、アイルランド人の王、ディウルナ派に攻められ。 滅ぼされる。王家は隣国ポイスに亡命中。旗印はおじか。アニス・トレーベースのモデル、モン・サン・ミシェル。満潮時の様子アーモリカ中西部にある、ブリトン人の王国。フランク人の攻撃を受けているにもかかわらず、国王は、学級と施策にふけり、たくさんの詩人を囲って金を浪費しているため、滅亡の危機にある。首都は会場に浮かぶ、小島アニス・トレベス。 世界で最も美しい島と称される。サクソン人によって占領されたブリテン東部地域の総称。かつて属州時代の中心地だったロンディニウムもサクソンの領土に飲み込まれている。ありがとうございます。